皆さんこんにちは、シャマコです。今回は初対面で女子がおならをしたらどんな反応をするのか検証していきたいと思います。さて、シャマコさんは今からですね、ある実況者の方と動画を撮るということになってるんですけども、メールのやり取りとかはちょっとやってるんですけれども、喋るのが初めてですので、そんな実況者さんをターゲットにちょっとやっていきたいと思います。で、おならの音はですね、交換音を使ってスマホから流していきたいと思います。それではやっていきましょう。ありますよね、コロールってやってたら。まずは怪しまれないように洗浄へ行きます。いや、初対面の洗浄は実に静かなものである。バチャーン。大丈夫です、緊張してないですか？大丈夫ですか？人見知り。俺はめちゃくちゃ緊張してます。トイレに行ってもいいですか？トイレに行ったふりをしておならの音を流したいと思います。はい。初対面のおならの音まで。はい。おお、なんか咳がエロかったです。めっちゃ咳が聞こえていたということはおならも聞こえていたはずだ。時間大丈夫ですか？あ、逆に大丈夫ですか？あ、僕は大丈夫です。なんかすごいギャップにやられてる感じがする。なんかすごいお楽しそうでおしとやかな人だなと思ったら余韻も抜かれてる。ちょっと お茶取りに行っていいですか？なんかちょっと行ってきます。はい。よいしょ。おかえりです。麦茶がありました。なんかすげえでかい麦茶ですね。でかい麦茶？なんかドスンって言いませんでした？私は思った。おならに気づいているのに初対面の私に息を殺し、何も触れず気を使ってくれる優しい君、そんな優しい君をこのおならで笑顔にしたい。届けこのおなら。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。なんか変わったことありません？のこの大丈夫ですよ。パーティー内でなんか匂いません？言わなかったんですけども、すごい平素だ。平じゃねえな、こんな連発するのはと思って。でまさかシャマコさんに限って平なんかするわけがないと思って、お茶取りに行くって言った時からかな、何回か聞こえて、いや平なわけがないと思ってましたね。いや、それがはい平なんだよ。どういうことだよ。リアル？いや、リアルじゃないよ。いや、ちょっと待って、ドッキリはめられてたな俺。あ、そうです。おい。おい。